それでは準備の方はいいでしょうか。本日アンダー20 MC バトル20歳以下、今日世界でニューヨークで東京で LA で全て調査しましたが、アンダー20 MC バトルはここでしかやってません。つまりはっきり言って暫定ではありますが世界王者です。世界王者。ベスト4第1試合はプードル VS ゴメス。プードル VS ゴメス。 DJ コペロ Bring that beat。 Yeah、 立ち締めしてからにはそんなバックするわけにはいかないな。持ち込んだで恋の出し方、池袋プレってよく似合ってんじゃん。だから今日最高のショー、アンダー20の幕に収まらねえ、yeah。 今日はここは祭り、どれだけ楽しめるか、熱い戦い、俺とゴメスどこまで続けるか、言葉はこれまた神様より増えて。判定に入りたいと思います。先行ゴメスが勝ったと思う人、後攻プードルが勝ったと思う人、勝者プードル。続いてプードルの相手を務めるのはどちらの MC でしょうか。サンタニー VS リョータ。 DJ コペロ Bring that beat。 今日は昔話はするつもりやねが1年前お前と会った瞬間、まあ曲の話とかいろいろあったような喧嘩も重なったさ。意味ねえ時代の中でもさ、お前はお前でリアルにあんなら俺も道端ストリート現場けな危険ここで負けず、俺も道端ストリートで出てアンダーグラウンドそこ上げしていこうぜな。 OK! さあこれはもう会話スタイルだけども、勝者は一人です。判定に入りたいと思います。先行サンタニーが勝ったと思う人、後攻リョータが勝ったと思う人、なるほど。じゃあ入れ替わってもらいましょうかね。延長戦を行います。yeah！ はい、それでは先行リョータ、後攻サンタニーです。 DJ コペロ Bring that beat。結局はラップが好きなだけ、去年の1年前の話か、俺らは2回思いをしてる、だからこそここまで入り込んでやる、どっちがありやか決めようぜ、なって伝えたいことだけ歌おうぜ、伝えたいことだけ歌ってたらいつまでも誰かのニーズに変わらねえ、司会者理解者すらもうなずけねえようなライブじゃ俺らじゃダメさ、時代は変える、時代は変わる、俺らが思う限りヒップホップは死なねえ、マットでスニーカーも全てが一緒、ここまで来たなら後には引けねえ、千人称がハテナマークを逆さにしてリスターを釣り上げるな、俺はビックリマーク、今日やりにくって突き刺せ俺の意思解っといてくれよリスター。はい、それでは判定に入りたいと思います。延長戦なのでこれで決めます。先攻リョータが勝ったと思う人、後攻サンタニが勝ったと思う人、勝者リョータ。これから始めるファイナル、ヤバかった方のラッパーに声でバッチリと反応して判定でチャンピオンを決めてやるぜっていう準備、心構えができてるやつだけ勝ちたいよ。イエーイ。OK、 それでは始めてもらいましょう。先行プードル、後攻はリョータ。 DJ コペロ Bring that beat。 yeah、 やっと来しまったぜ戦勝からここ決勝、東京延長戦場、ストリートの向こう側どこまで行けるのかな、東京の23区の端と端の俺とあんたのバトル、俺が日本語ラップ好きになった頃にはもう光の向こう側、未だにあんたの背中を追っかける、同い年には見えねえぐらいな、俺は心拍数も上げてくそりゃドキドキするさ、いつもこんな生活は嫌だから、俺を追いかけるなんてやめとけ、早すぎて一瞬違うだけ、追いかける、いや違え、いつかは越すためにやるお前のラッピン、そのまんまあの時のまま変わらねえの多分あんただけだしな、いつもそう見えたかわざ、たくさんの仲間もやめてった、ワンマイク持つことすらできねえ、さながら俺とお前はあの時のまま、俺はお前はあの時のまま、いや違う、毎日繰り返す、明日も明後日も俺はニュータイプになるぜ、圧倒的なフロー IKB、 みんなはもうすでに分かっちまっている、1回戦の段階ですでに気づいてる、プードルやばいかもな、プードル何かの犬、俺は負け犬の代表、
ずっとずっとガール&ライブハウス、それでも立ち上がるホワイトボクサーさ、妖怪戦ボーイがチャンスを見るさ。はい、すごい、やばいぜ、よっしゃ。今の試合かなりかなりかなりレベル高かったですが、このセッション8小節3本勝負でチャンピオンを決めたいと思います。そしてプードルにはおめでとうとか来たんじゃないよね、これね。リョウタ、プードル、どっちがチャンピオンか判定に入りたいと思います。アンダー20 MC バトルスクールオブラップ、1回目のチャンピオンはこの男、それを決めたいと思います。先行プードルがチャンピオンになりました。ここリョウタがチャンピオンだと思う人、決定しました。32人エントリーしましたが、第1回2月の22日開催、2014年のアンダー20 MC バトル、とりあえず今の段階で世界最強のアンダー20の MC はプー